方である遺跡のベリンガムさんいきなり負傷。固定器ぶつけるレベルの重傷なのに自然治療。入団会見の日に無理に歩かせたのと練習初日に無理して走らせたせいで悪化した模様。もう現地マドリディスタからも技ある2.0って言われてるの泣けてくるな。初日のトレーニングで膝壊れるとか。ベリンガムは回復過程だから慎重になっただけだろ、そういう報道の方が多いし深刻ではないと出てる。移籍前から移籍直後のマドリーメディア矢印ベリンガムの膝は何も問題はない、すでに膝は回復している、今回膝壊れが再発した後のマドリーメディア矢印現在最終プロセスを行っている、やっぱり調整してます。小沢さんかなんかの動画で聞きかじった話だが、スペインの土は硬いらしいから適性みたいなのがあるんだろうな。ベレスは選手告知するからベリンガム悪化するだろうな。だからみんな言ってたじゃん、膝壊れてるよって、あのハードなプレイスタイルこなすことはできんぞ。もうアザールと違って若いし、ガチであかんかったら売ればいいよ、とはいえ頑張ってほしい。もしよければ、チャンネル登録お願いします。